5月17日水曜日朝5時50分のホームポイントを正面にトンビが止まってますね。正面の枝になんか逃げませんね木の すげえトンビ、お、うねりが入ってるぞ。気温は 14.3 度。もうさすがに飛んできましたね。風はほぼ無風、後ろからオフショアが、かすかなオフショアが吹いてますね。おお、昨日夕方乗れた波が今日は厳しいですね。潮が引いていてブレイクしてるって感じですかね。待てばでもテイクオフできるぐらいの、お、今昨日だいたいあの辺りで乗ったっていう夕方乗ったところがやっぱりブレイクしてくるのかな。あ、伸びますね。うねりがずっと伸びてしまいますね。右はどうでしょう。ホームポイントの右はほぼ無風でうねりは、とても大きなうねりが入ってますが、インサイドブレークですね。右の方が大きいですね。わーおー、もうちょっと大きいでブレークしてくれたらいいのにな。十分ここで、おそらくミサゴですね。おー、今ミサゴが海に飛び込みました。漁は成功したんですか。おー、足元に見えますね。魚が肉眼では見えました。すごいな、ああやって捕まえるんだな。それを取りに行ってるのはまたミサゴなんですかね。ミサゴ同士が取り合ってるんですかね。いいうねりが入ってきた。昨日夕方はこのうねりに乗れたのにな。うねりがあの辺でブレイクしてくれたのにな。おお、これがビーチまで行ってしまう。ここにこれだけあれば